ニューヨークオブザーバーはアメリカ合衆国で1987年から2016年まで発行されていた週刊の新聞である。2016年に印刷版の発行を中止してオンライン版のみの発行に移行しタイトルをオブザーバーに変更した。現在では文化、不動産、メディア、政治、エンターテインメント、出版業界に焦点を当てたメディアサイトとなっている。 2017年1月現在、編集長のメアリー・フォン・アウェが編集チームを率いている。ニューヨーク・オブザーバーは、元投資銀行家のアーサー・エール・カターによって、週刊誌としてニューヨークで創刊された。なお、1823年にシドニー・エドワーズ・モールスが同盟の宗教新聞を発行していたが、これとは無関係である。2006年7月には、 当時25歳だったアメリカの不動産家ジャレット・クシュナーに買収された。同志は当初ブロードシート版で発行され、その後タブロイド版となり、現在はオンライン形式のみとなっている。本社はマンハッタンのホワイトホールストリート一番地である。この新聞はテレビドラマセックスザシティの原作となったマンハッタンの社会生活をテーマにした。 キャンディス・ブシュネルのコラムを掲載していたことで知られている。この新聞はサーモンピンクの紙を使いスケッチ風のイラストが入っており、視覚的にも目立っていた。ヘンリー・ロリンズはこの新聞を不思議なほどピンク色の新聞と表現した。2014年に白い紙に切り替わった。印刷版の発行は2016年11月9日号で終了した。 発行元のオブザーバーメディア社は名称からニューヨークを外したオブザーバーという名称のオンラインサイトを運営している。印刷版の廃止はクシュナーの岐阜のドナルド・トランプが2016年の大統領選挙で勝利した翌日に行われた。クシュナーはトランプ政権で上級顧問を務めている。クシュナーはオブザーバーメディアの残りのオンライン資産の所有権を 家族信託に移し、議計のジョセフ・メイヤーが発行者としての役割を引き継いだ。2018年1月8日、オブザーバー社の新社長に、ニューズウィークメディアグループの元、グローバルチーフマーケティングオフィサーである、ジェームズ・カー・クリンスが就任することが発表された。この新聞は、2016年の大統領共和党予備選挙で、大統領候補のドナルド・トランプを正式に支持した数。 少ない新聞の一つとして注目された。この新聞のオーナーであり、当時の発行人であったジャレッドクシュナーは、ドナルド・トランプの義理の息子であり、クシュナーは、トランプの選挙運動のアドバイザーを務めていた。トランプが共和党の大統領候補に選出された、後は、支持を表明することはなくなった。ありがとうございます。